着きました。あ、違った。何？違った。ここがですね、そう、水産試験場、水産研究教育機構ですって。魚と森の観察園ね、こんな感じに入場になってます。でね、この敷地の中にたくさんね池があって、そこでね餌あげられます。やってる人いた。あ、そう。さん、じゃあ行ってみよう。行ってみましょう。いっぱいいるんだけど、うん、飛んでるなって感じ。飛んでない、そうですよね。確かに。今一番ここで問題はやっぱりクマですよ。クマ出てます。出てます。うん、なんかたまにほじくってる。あ、本当ですか。うん、ここの横のね、はい、餌小屋があるんですよ。はい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 。この横。この横、あ、ここ、うん、はい。で、やられちゃったんですよ。マジですか。うわ、多分、餌の匂いだと思うんですけど。はい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 。で、こう破壊されて、でしょうがないから、電池の、はい、電池柵、つけて、は夜やるんですかね。ここのクマある。ほら、そうそう、ほら、あ、ね、ねえねえ、クマ用の鈴持ってるよ。でもね、昼間だ、多分大丈夫。昼間大丈夫だって。昼間ね、うん、今後ね、考えて行動してると思う。ですね。今度さ、増えてますよね。増えてますよ。でも、去年からずっと多いですね。ですよね。去年の方がなくなった人がいたんで。ああ、本当ですか。はいはいはい。まだそういう話は聞いてない。あ、聞いてないですか。あ、了解です。よし、じゃあちょっと行ってみよう。早速ですね、ミヤマクワガタの捕獲と、あと魚の餌やりですね。とりあえず、両手開けるためにバケツだね。頭の上に見て。頭の上にこうやって乗ってる。これ基本だからね。基本。よし、行ってみよう。敷地はですね、こんな感じです。パノラマビュー。で、ここの、受付入り口、ね、受付の、ここの餌やり。ここで、ここですね。ここでね、熊が、いたみたいです。ね。年々増えてるってことなので、気をつけていきましょう。うん。ゆっくり大丈夫だよ。その下いっぱいあげられるから。どっち側から行く？そっち？じゃあ、見に行ってみよう。すっごいから、これ。よし。これ、見てみよう。ほら、ほら、すごい。泳いでる。冷た。冷たいでしょ、水。かゆい。かゆい？食われた、なんか。ねえ、こんな感じで、魚のね、こう山から引っ張った水でこうやってね、いっぱいあれなんです。なってるわけです。こっち側に、これをね、ずっと降りていくと、池がね、池とか、水路とかがあって、そこにですね、ニジマスとか、いろんなのがいっぱいいるの。ここから餌あげてもらう。ニジマスレイクトラウト。ほら。うん。こっちがいいだ、こっち。こっち側から。そこから。もっと前行って。ほら、もっと前行って。どこ？何？大丈夫、大丈夫。すごいね。すごいね。うわ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 。すごい。うわうわ。すごい魚の量。こんな感じです。ほら、大きいのがいっぱいいる。
これどれぐらいあるんだろう大きさ。すごいね。餌ね、ここで使い切んないで取っといた方がいいよ、少し。まだいっぱいあるから。おかわりしていい？おかわりできないんだよ。森の中はね、こんな感じですよ。もうすごいです。マイナスイオン、森林浴全開。ね、いいとこですね。うん、そこの池も OK です。あげてください、餌。うん。ここは金色のアルビノが多いね。アルビノっていう金色のニジマスがいっぱいいます。ここでルアー投げたら一発だね。すごいな。水が超綺麗。半端ない綺麗です、水が。うん。すごい魚でもな、ここの魚は幸せだね。こんなにコンディションのいいところで、みんなが餌撒いてくれるんだからね。中禅寺湖の中にいるよりも幸せかもしれない。すごいなあ。よし、じゃあ次行ってみよう。くれる？いや、そこじゃなくてその左側のところに行くと中のやつが見れるんだよ。見てみよう。ほらほら、すっげえ大きいのいっぱいいる。げてみる。うん、上に投げるとガバガバってくる。ほら、そうなんだよね、それ砂利入っちゃうんだよ。これクロックスはね、砂利が入っちゃうの。これさ、うわ怖い、すごい。何が怖い？何が怖いの？魚が怖いの？食べてないよ。ちょっとすごい、ちょっとあげ、餌あげてみようか。お父さん少し、少しね、もうちょっと。よし、ちょっと見てて、いくよ、いい、はい、いくよ、いきます、しゃっ。うわ、ほら、くて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 、ほら、下から見てみ、下から。やば、うわぁ、すげぇ。ほら、激デカだよ。ブラウンがね、ほら。この迫力すごいなぁ。ねえ、くしみ。ポン。あれすごい。うん、お、食ってる食ってる、すげえ食ってる。よし、次行こう。うん、ちょっと食べあげる。ああ、あげていいよ。臭いね、それ。その、魚の餌をさ、掴んだ手をね。うわぁ。うわぁ、すげぇ。あ、うわぁ。すげぇ、すげぇ。もうトンボがほら、トンボがね、秋を告げてますよ、山の上は。トンボがいまーす。トンボがいるよ。トンボなくなりそう。うん、じゃあもう一回それ取っとこう。取っといて。すごいね。あの魚キモいんだけど、やばい。うん？ここまたぐるーっと回って、うん、あれどっち行くんだっけな。そこ入れないのか。そっちか。
チョウザメがいます。チョウザメ食べないの？どうだろう。チョウザメが食べる前にこのでっかいレインボートラウトがみんな食っちゃう。うわでかー、こっちにもいっぱいいた。チョウザメだ。キャビアだ。すごいでかいな、ここは。10キロぐらいあるね、これ。トラウト自体が10キロぐらいある。ほら。うわぁ、でか。うわでか。でか。さあ、ミヤマクワガタが、ああそう簡単には見つかりませんね。どれについてるんだろうか。結構ね、木の上の方にいる可能性があるので、よく上の方を見て。あの木、こういうのもついてるかもしれないね。木のね、こういう木のこういう股の部分にいるらしいんだよね。だからよく見つけてみましょうね。こうやって敷地の中をこうやってやって、水路がね、あのいろいろ張り巡らされてるわけですよ。水が供給されて素晴らしいですね、マジで。この苔がね、またね、湿度が安定してるから苔がこう生えていい感じですね。しかしね、ここの研究所にもクマがね、そろそろ現れてきたって言うんで、いよいよ切実な問題になってきましたね。昼は出ないみたいね。やっぱ夜が出るみたいだね。はい、ということでですね、マスの餌やりが終了しましたので、もう終わっちゃったね。第一ミッションクリアということで、次はですね、次はちょっと上の方ね、湯の湖。温泉は入らないんだけど、湯の湖の方にちょっと行ってみましょう。温泉は入る、ね、すいません、ありがとうございました。どうも。よし、じゃあ次ですね。クマとオオカミどっちが強いの？どうだろうね。オオカミでしょ。次は、さらにですね、標高を上げてですね、千畳ヶ原と湯の湖に向かって行きたいと思います。湯の滝